宮島線は、広島県広島市西区の広田西広島駅から、同県2日市市の世界遺産、五福島神社の最寄り駅である、広田宮、島口駅に至る広島電鉄の鉄道路線である。広島電鉄の路線の中で唯一鉄道事業法が適用される鉄道線である。ほとんどの電車が広田西広島駅を越えて、軌道線の市内線と直通運転を行っている。 イギリスの非営利団体であるライトレール交通協会は本路線をライトレールに位置づけているが市中心部を平洋軌道で走るドラムトレインの性格をも有する。全区間が西日本旅客鉄道山陽本線とほぼ並行するが JR の一駅間に広電話2から4駅ある。大半の電車が2号線として運行されている。 本線直通の広島駅広電宮島口間の運転が基本だが、朝方を中心にある手車庫からの出港をかけた、商工センター入り口始発、さらに線内折り返し運転の列車も設定されている。以前は、広電五日市及び草津発着の列車もあった。また、平日朝に、0号として、宇じ線直通の広電本社前行が運行されている。 宮島線内は日中は9分間隔で毎時6本程度、朝のラッシュ時は最高3分間隔の毎時18本となる。終日、グリーンライナー、グリーンムーバー、グリーンムーバーマックスなどの相性のついた路面電車タイプの3両連接車、5両連接車が使用されている。現在は全車両が路面電車タイプの車両だが、かつては線内折り返し運用専用に、 郊外電車タイプの車両が在籍しており、各駅のプラットフォームも、鉄、軌道の直通運転に使われる、路面電車用の低いものと、高床車用の高いものの二つがあった。高床車が運行されなくなった1991年8月8日以降、高いプラットフォームは、ほとんどの駅で撤去されたものの、一部の駅に残っている。正月三が日の昼間時間帯においては、 従来の2号線はやや減便されるが、広電西広島、商工センター入り口広電宮島口間の区間列車も多数運転される。また、宮島協定開催時には、商工センター入り口広電宮島口間の臨時列車が運転されることがある。かつては、宮島協定の開催もしくは場外発売が行われるすべての日に、西広島広電宮島口まで運行され、 運賃は無料だった。2003年5月24日の中国新聞で、広電が宮島線の急行運転を計画していることが報道された。急行運転は二次計画に分けて進められ、第一次計画は、広電西広島商工センター入り口間で運転を開始。事業費、約4億円をかけ、商工センター入り口駅東側に隣接した。 広電車有地に退避線を設置し、通勤時間帯に1時間に4本を運転するとした。短縮時間は3分となる。第二次計画は、商工センター入り口広電宮島地間で運転を行う。2日市駅東側の車有地に退避線を設け、全線での急行運転によって6分の短縮が実現できるとした。その後、退避線ではなく伏線の間に渡り線を設けて、 経費削減をする案などが出たが、進展がなく、2019年現在も急行運転は、実現していない。鉄道ピクトリアル1965年7月増刊号、私鉄車両めぐり、第6分札や、それの復刻版、私鉄車両めぐり三様、三院によると1960年代には、実際に急行が運行されており、朝夕ラッシュ時に運転されていた。 通勤急行の停車駅は、西広島広電一海地間では草津のみの停車。観光シーズンに運転されていた、急行の停車駅は、広電宮島、広電初海地、楽楽園、広電一海地、草津、西広等であった、旧初海地変電所。2009年に取り壊された。2020年2月29日に、新たな宮島口フェリーターミナルが開業。 同年4月2日には隣接する、広電宮島ガーデンの商業施設、エットが開業した。広電宮島ガーデンの旧商業施設である、もみじ本陣はこれに先なって2019年12月10日に閉鎖されており、広島電鉄ではこれを解体した土地を利用して、広電宮、島口駅を東寄りに移設し、道路を横断せずに、フェリーに乗り換えることができるようにすることを、 計画している。広電宮、島口駅ともみじ本陣跡地の間にある道路は、駅西側に移設され、立体化される、駐車場へは線路をまたぐ、誘導路が設けられる。2020年度中に着工し、2022年度末の開業を予定している。全駅とも、広島県所在。駅番号は、本線からの投資番号である。大人普通旅客運賃。 運賃ご払い方式。2019年10月1日現在。1945年8月6日の原爆被災時、広島電鉄は、わずか3日で一部ながらも運転再開した。同様に被爆した長崎電気軌道が、再開まで3ヶ月半を要したのに比べて、短期間での再開であったが、これは郊外にあった車両や、運転要因。 そして変電車などの給電設備の被害が少なかったからである。ありがとうございます。